僕ずんだもん、あたちずんだもも。今回の動画でご覧いただくのは、塩釜神社で執り行われたやぶさめ神事。やぶさめ神事、やぶさめ神事を始めたと伝わっているのは、陸奥国留守式伊沢家影。伊沢家影、陸奥国はかつて存在した妖精国の一つで、現在の福島県、宮城県、岩手県、青森県と秋田県の一部。留守式とは陸奥国の多賀国府にあって、平安末期から民政や財政を担当した役職。鎌倉幕府の初代将軍源頼朝の命により、陸奥国留守式に任命されたのが伊沢家影で、家影の子家元以降留守氏を称したので、家影は留守氏の祖留守家初代とされているのだ。陸奥国留守式、この家影が三頭の馬を塩釜神社に献じて家臣の士気を高めたのが始まりとされている。塩釜神社のやぶさめ神事。やぶさめ神事、塩釜神社に鎮座する別宮、左宮、右宮、それぞれの宮に一頭ずつの馬を立て、境内の馬場で3人の騎手が3箇所の的を次々と射抜いて行き、一気に続けて3箇所なんだぞ。そうなのだ。乗馬しながら矢をつがえて、走りながら3つもの的へいるので、的中させるのはとても難しいのだ。そのため矢が的中することは除災成功の随象として喜ばしいとされているのだ。よっしゃ。それではコロナ禍の影響で3年ぶりに行われた塩釜神社のやぶさめ神事の様子をお届けするのだ。最後まで見てね。
当たってない。次はあなたがレッツだ。
5